はい、皆さんこんにちは、やってまいりました、最近定着しておりますけど、これ決して毎週やるというふうに宣言してないんですけどね、結構人気があるようなんで、今週もちょっとね、今週もというか今回も行ってみたいと思います。ナショナルジオグラフィックニュースです。はい、それのラジオ版という形ですかね、基本的にはこれはナショナルジオグラフィックっていうね、まあそういうなんていうんですかね、ニュースみたいなニュースっていうのかな、ありまして、その特集の中から私がですね、気に入ったものを、まあその記事を読みながら自分の意見を交えてお話をするというわけなんですよね。で、今回ですね、実はパンスターズ彗星というほうき星がこの3月ぐらいに近づいて、見えてるはずなんです。すごく明るくなるという予想だったんです。ところが残念ながら彗星の予想っていうのは高度予想が難しいんですね。で、実はそうはいかなかったんですが、アイソン彗星っていうのは続いてきてますので、これは年末すごいですから、それについてのお話をしていただきます。それでは行ってみたいです。よろしくどうぞ。はい、まあそれではですね、どんなものかね、という話も含めて言ってみたいと思います。ほうき星っていうのはね、よく来るんですけども、突然発見されまして、そしてそれの軌道によってね、尾を引いて長く明るいものもあれば暗く消えていくものいっぱいあります。太陽に吸収してなくなってしまうものは、もうものすごい大きな尾を引く。で、今年から来年にかけてですけど、この中の、すごい二つ大きい彗星が来ると言ってたんですよ。で、一つはどうも空振りに終わりそうなんですが、もう一個はすごい。ちょっと見ましょうね。ロシアの天体観測チームが、新たな彗星、アイソン、ISON、アイソンですね。C のスラッシュ2012の S1 を発見した。鼻鳴らしてすみません。2013年末には史上最も明るい大彗星になる可能性があると言います。蟹座の方向に来ているが、現在はまだ暗いため、観測にはよ、まあ、高度なね、望遠鏡が必要という高性能なね、高いやつ。しかし、2013年末と14年初頭は、月よりも明るくなり、月ですよ、満月。肉眼で見える、当たり前ですね、と予想されていると。はい。カナダ、バンクーバーにある、HR、マクミラン宇宙センターの天文、学者、ラミンダー・シン・サムラさん、インド人っぽい名前ですね、は、太陽と距離の考慮すれば、現時点でも非常に明るいと指摘する。さらに史上最大規模だった1680年の大彗星と同じ軌道を進んでいるようだと。1680年、随分古いですけどね。予想通りなら、かつてない明るさの大彗星になるだろう。彗星が接近すると、氷と岩盤で構成された核からガスや塵が蒸発、長い尾が伸びると。これアルマゲドンとか映画の中でね、よくすごい尾を引くやつあるじゃないですか。ディープインパクトってのもありましたよね。そんなようなイメージをしてください。彗星の明るさを放出させる物質の量に左右されます。当然ですね。アイソンは太陽の極めて近くを通過する、サングレイザーで直径が3キロもあるので、明るさは夜空の満月を、上回る可能性があると予想されている。まあ、大きさはね、満月に全然及ばないんですけどね。ただ明るさだから、ものすごく輝く光点がすごい大きくっていうことでしょうね。はい、起源はオルトの雲、クエスチョンとなってます。アイソンは9月の12、21日、これは、去年ですね、2人の科学者によって発見された国際科学、工学ネットワーク ISON インターナショナルサイエンフィックオプティカルネットワークって言うんですね、これね。インターナショナルサイエンスオプティカルネットワーク、これアイソンということなんですね。の、アムチョルノビチョック、わからない人、ダイタリー・ネフスキー氏、こういう人が24日に9月ね、国際天文連合によって認定したらしいです。IAU にね。IAU。軌道の分析から起源はオルトの雲と推定される。オルトの雲は太陽を取り巻く球状、玉の核っていうかね、ものすごいボールですね、の領域で、半径は1万から10万天文単位。1天文単位は単位と、地球の平均距離ですね、数十億個の彗星が属していると考えられていると。オルトの雲からやってくる、彗星は太陽系、形成時の物質をそのまま保存しており、太陽系誕生の謎を解き明かす手がかりになると、サムラ氏は述べると。はい、さあ明るさの話もちょっと言ってみたいと思いますけどね。アイソン彗星は、現在地球から10億キロ木星軌道付近を移動中とみられる。太陽を迎える途中に火星から1000万キロほどの、場所を通過すると。NASA の、火星探査キュリオンシティにとって絶好のシャッターチャンスになるそうです。今カメラマンですよ、キュリオンシティね。はい。2013年11月28日の前後には太陽に190万キロまで接近。これはね、近いですよ、すごく。はい。熱と重力で、
核の氷や岩石が分解され明るさが最大になると。日本では最も明るい期間は地平線に隠れて観測できないんですけども、近日点を通過する際には蒸発せずに生還すれば見える可能性があると。ただし田村氏は次のように注意を促していると。満月と同じ明るさになる日中でも観測できるという説もあるが、予測は慎重にすべきだと。評判が高くてもあまり輝かなかった彗星もあると。蓋を開けるまでは誰にもわからないと言いますが、間違いなくこれは明るくなる彗星ですね。はい。まず突入方面に対して、南半球かな、いいのかな。要するに、だんだん太陽に近づいて明るくなるところがまず面白いと思いますね。ただ問題なのは、太陽の周りを回って190万キロってね、これ、めっちゃ近いんですよね。今までにも大道藤川彗星とかいうのがあるんですけど、そういう近づくやつは、3つぐらいに分解されちゃったものもあったし、これごらんになったのもあるし、蒸発して消えたものもあります。だから、出て戻ってくるかどうかは分かりません、現実的に。ただ、脆くて蒸発するものほど近くなると明るくなるし、これね、大体マイナス10等以上っていうふうに、まあ、言われてるんだ。10等とか12等ね。ということは、日中観測できる可能性がありますね。間違いなく。だから、ソーラープロミネンスアダプターとかね、コロナアダプター、または太陽をうまく、制御する。なんていうんですかね、よくあるじゃないですか、その日食の観測の時のとか。ああいうものをムーングラスにうまく使うと、これは間違いなく観測できる可能性があるんですよ。本当にマイナス10等っていうのは満月と同じ明るさですから、太陽がちょうど沈む頃月が上がってくるってあるんじゃないですか。ね。あれと同じで、ただあれよりも光点が小さいから、わかります?ピカッて光って見えるんですよ。ね。で、もちろんですね、これはその一時期すごく明るくなると言っても、その前後も相当明るくなるし、例えば近づいていく最中にすでにマイナス等級になるんじゃないかと思いますね。だから南半球がいいのかな、どうなんだろうな、ちょっと微妙なところですけど、軌道見てみないとわかりませんが、すごくその観測の可能性があるところなんで面白いと思いますね。彗星というものを見たときに憧れを出すためには、やっぱり大きく尾を引いた彗星ってのは本当に美しいものですから、ぜひ見てほしいです。私も本当にね、やっぱり自分が、まあ、見た彗星っていうのがあるわけですけど、やっぱりウエスト広報的彗星とかね、それこそ、まあ、思い出の深い彗星があるんですけど、ベネット彗星とか、明るくなった彗星の、なんか美しいを見たときに、なんかとてつもなく感無量。それが今度はマイナスの10等、12等。13等とか15等とか言われてますよ。どれほど明るく見えるかということを考えたときに、この興味は、ずっと続くと思いますね。それ以外にもね、本当にハンスターズ彗星っていうのはね、実際近づいてきて、まあその話もね、実はしたかったんですけど、今回はうまくいってませんね。だからまあそういうことを考えたときに、この彗星だけはね、なんとか、大きく最後まで見れるようにしたいと思って、ある意味では南半球のツアーとかできるんじゃないかと思いますね。はい。彗星、ほうき星。今までは2007年、マックノート彗星。これはですね、マイナス6等までね、達しまして、日中で見えた大彗星、そんなもんありました、マックノート。今度はもっと桁違いですよね。あとはね、ラブジョイ彗星なんて言われて、11年ね。まあ、このハンスターズ彗星は、パンスターズですね、彗星は、残念ながらそんなに明るくなってません。ね。ただ、これが今見えているということは、皆さんも双眼鏡レベルでもうちょっと見やすくなってから、見たらいいんじゃないでしょうかね。という感じです。明るさは彗星本当に予測難しいですよ。難しいけど、可能性の中としてはもっとすごくなる場合もあるんですよね。だから、まあ、見る、一番いい後期ってことを考えて、多分これは相当すごいいっぱいツアーができるんじゃないかと。消えてしまう前に見なきゃいけない。そんな感じがしますね。はい。お送りしました。まあでもね、まだ1分近くあるんで言いたいですけど、私はですね、ひょっとするとこれを南半球の方にちょうど夏場になりますからツアーをなんか組んで、仕事上で観測に行くかもしれません。皆さんがもしかしてね、こういうところで一緒に星を見に行きたいとか何かそのイベントがあった時に、私が見に行くって動くってことはよっぽどのことなんですよ。で、よっぽどのいい条件に必ず動きますから、好きな方は便乗してください。ね。一人行くよりみんなのことは楽しい。いいですか?ツアーで行く気はないです。やっぱり個人旅行で自分で飛行機のチケットを買って行きますので、ご協力もしますし、または一緒に分譲でも何でも構いませんから、一緒に星を見ましょう。今回はアイソン彗星が非常に面白いので、ナショナルジオグラフィックニュース。来週があるかどうかわかりません。それでもまたね、皆さんと一緒にこんな話ができたらいいんじゃないかと思います。それでは、ありがとうございます。さようならです。どうも。
この番組はあなたの街のエンターテインメント、ウィザードインがお送りしました。